おはようございます。今日は10日だよな。じゃあ9日か。9日の、金曜日でございます。そんな感じで。今日もね、結構天気はいい感じですね。朝食は、なんかこの、プルーンパンみたいなやつです。やばい。鼻血が出てしまった。昼も出たんですよね。やばい。止まんなすぎる。食っちゃってるじゃん、ぽー。これ。おい。覚えられない名前のケーキでした。なんとかなんとか、フルーなんとか。どこのやつ？タローアンって書いてあるジーン。ミスト。美味しそう。今日はこのなんか家族にもらったタローアンの新発売かわかんないですけど、季節物なのかな。なんかこんなめちゃくちゃ おしゃれな容器に入った上にイチゴとかブルーベリーが乗ったレアチーズケーキ的なやつらしいですけど、すごく美味しそうです。イチゴもね、これなんか上になんかかかってるのか結構光沢があって、ここがレアチーズの部分らしくて、下にタルトっぽい感じなんですかね。容器がこれすごいおしゃれなんですよね。ほら。おしゃれじゃないですか。なんとここ1点で止まってるみたいな、そんな感じで。めっちゃおしゃれです。じゃあ、このレアチーズケーキいただきたいと思います。ああ、すごい美味しい。家族のピアノがいい BGM になってますけど。レアチーズの部分がめちゃくちゃ美味しいです。で、今ブルーベリーを一つ食べたんですけど、こう、結構風味がきてて、美味しい。で、これ、上にかかってるのは何でしょうかね？これ、オリゴ糖かなんかですかね？めちゃくちゃ美味しい。本当にね、このチーズの部分がめちゃくちゃ甘くて美味しいです。すごいですよね、この形。こう、いちごもめちゃくちゃ、ね、すごい美味しいです。柔らかくて、こうなんか、めちゃくちゃ新鮮なのか、こう先っぽのところも根元のところも色が同じで、なんかそこら辺のイチゴってこう全部、なんか、先っぽとかなんか根元の方だけ白かったりして、味に偏りあったりするんですけど、これめちゃくちゃなんか均一にあれされてて美味しいですね。すごい美味しいです。あ、このね、奥のタルトの部分もめちゃくちゃ美味しいです。IKEA のチョコこれ、結局もったいながって食べなかったら、賞味期限が切れてしまいましたね。あ、まだか。5月29日か。あれじゃ大丈夫か。5月20、そうだよね。こう読むのか。右から読むのか。5月、でも大丈夫なんだね、まだね。でも一応食っときますか。なんか1枚だけ残してもあれだし。すごいな。1年以上持つんですね、チョコレートって。去年の1月に作られたんですね。だからもう、1年と3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まだ大丈夫ってことですよね。ちょっと割れてますけど。まあ、でもね、1枚だけ残しておいてもあれなんで、IKEA にね、本当は、3月の終わりぐらいにちょっと行こうと思ってたんですけど、宮城県で、緊急事態宣言みたいななんか独自のやつが出ちゃって、ちょうどね、その IKEA じゃなくて、仙台に普通に用事があったんですけど、だからそのついでに行こうと思ったんですけど、そのね、なんか、独自の、緊急事態宣言みたいなのが出ていけなかったんですよね。本当はこれとかドライフラワーとかね、IKEA で小物とか買いたいのあって、で、本当はこの棚とかもね、IKEA で買っちゃおうとか思って考えてたんですけど、結局いけなかったっていう感じでね。いや、早く収まってほしいですね、本当に。ちょっと心配になって、カルディで買ったやつも、ちょっと賞味期限切れないかちょっと見てたんですけど、ここにあるやつは、2022年まで持つってことだったんですけど、問題はこれなんですよ。この、ね、なんか、つまみっぽい、このね、なんていうんですかね。なんか、喉が鳴っちゃったけど、パンを固く揚げたのになんか、モニオンハニーマスタード&オニオン。もしかしたらちょっと想像してるのと違うかもしれないですけど、これが、2021年の、これね、4月12日なのか、12月4日なのかわかんない。どっちから読むのか。EXP。さっきのね、IKEA のチョコレートは、これね、全部右から読んだんですよね。でも、あれ？ちょっと待って。あ、でも、あ、やべ、やべ、やべ。怒っちゃった。やべ。よいしょ。よいしょ。IKEA のチョコレートは、これ、賞味期限が、5月29日って分かったですよ。これ29月5日ってはないので、5月29日だなっていうことは分かったんですが、これね、どっちなのかちょっと分かんない。ちょっと調べてみます。EXP ってのがね、国なんですかね、ちょっとね。ちょっと日付の読み方ぐらい統一してほしいですけどね。あと、分かりました。多分ですけど、今調べたのは、この今日付の、それぞれのこの外国の日付の読み方っていうか、こう書き順について調べたんですけど、英国、イギリスが、日、月、年なんですよ。で、米国が月、日、年なんですよ。で、これ多分どっちかなので、どっちかなと思ったら、原産国名アメリカって書いてあったので、多分ね、アメリカでいいのかなと思うんで、多分4月12日だと思います。英国と米国でも違うみたいで、英国はもう全部、日本でいう書き順の逆に書いて、で、アメリカは年が最後に来るっていうね。4月12日はあれだけど、なんていうんですか？年が、2021年とかが最後に来るっていう感じですね。この Vlog でもね、多分ね、アメリカ式だと思いますね。この、月を、なんていうんですか？英語？アルファベットにしてますけど、多分、この Vlog での表記も多分アメリカだと思いますね。あれ別に意識してなかったんですけど、アメリカ表記みたいですね。おー、バンダイさんがめちゃくちゃ綺麗ですね。今日もちょっとタイムラプス撮ろうかな。ちょっと、昨日の Vlog の素材転送したらタイムラプスでも撮ろうと思います。やっぱちょっと窓開けてたけど寒い。今日ね、すっごい寒かったんですよ。で、予報も寒かったんですけど、今気温見たら3度でしたね。で、こう、北方とかね、雪が降るみたいな感じでね、もう午前中雨降り出して、昼になったらもう雪になって、案の定ですね。で、帰ってきた頃、駅降りたら若松でも雪が降ってたんですよね。積もるほどじゃなかったんですけど、パラパラっと、あ、雪だなっていうぐらいですけど、結構、ちゃーんと雪降ってて、すごいね、寒かったですよ。氷点下までいかなかったかもしれないんですけど、でもね、プラス、風が結構強くて、別に、普通に強風が吹いてたんですよ。暖かい日でも。強いような。プラス寒いから、体感温度はマイナスだったんじゃないかなと。昼もね、それで、外出て、すごい寒くて鼻血出たんですよ。それ原因かわかんないですけど、で、今も歩って帰ってくるとき鼻血出たんですよね。鼻血出るほど寒いのかはちょっとわかんないですけど、ちょっとそれは自分の体の問題かもしれないですけど、今日結構寒かったです。一桁っていうか、3度とか2度とか、そんぐらいの気温だったので、今日結構寒い日でしたね。夕飯です。あ、味濃くてうまいわ。うん。ちょっとね、今日は新しい編集方法をちょっと覚えたので、ちょっと紹介したいと思うんですけど、この Vlog、これはエピソード、310、いくつだっけ？ 317 なんですけど、見ていただくとわかると思うんですけど、縦に、横に、こう、上下に帯が出てると思うんですけど、今までは、この Vlog、16対9って言って、普通にこの、パソコンのモニターとか、テレビとかと、同じような、アスペクト比というのは、この動画の縦と横の、比率のこと、長さの比率のことで、一般的なモニターとかテレビだと16対9、ここが9で、横が16っていう感じなんですけど、ちょっとね、ワイドにすることによって、こう、ちょっとね、映画風な、こう、シネマ感がちょっと出るんですよ。ということで、今までもね、こうやって帯を上下に出してたりしてたんですけど、今までのやり方っていうのは、こう、ビデオをこう選択して、クロップっていうところで、こう、上下の、これに値を入れて、4K だとね、120になるんですけど、120ってやって、こう、そうすると、今ももともとここへ帯入ってるので、ちょっと変化ないですけど、これでやってたわけなんですよ。クロップっていうところで、上下に帯を入れて、映画風な感じを出してるんですけど、それだとまあね、問題が2つあって、まあ1つは、まあこれ一個一個も全てのクリップにそれをかけていかないといけないので、まあ結構めんどくさいんですよね。で、2つ目は、こう、基本的にこう、最初、デフォルトの設定は16対9のアスペクトキーになってるので、まあ、わざわざ自分で、こう、わざと上下に帯を入れるっていうことになるので、動画の形式自体は16対9なんですけど、その16対9の動画に縦の、縦じゃないわ、上下に帯が入った動画っていう感じになっちゃって、まあ、スマホで見るとちょっとちっちゃくなっちゃったりとか、そんな感じで、こう、明らかにこう、わざと帯入れてるなっていう感じなんですけど、ですね、やり方があって、このタイムラインっていうところから、ここに出力ブランキングっていうところがあって、これで、その、書き出した時のアスペクト比を変更することができるので、これをやるともうその、これは17対9なんですけど、17対9のアスペクト比で書き出されるっていうことなので、普通にスマホで再生しても、上と下に黒帯が出ることはなくて、そのままワイドな画像として、映像として、見れるし、YouTube でも、この黒帯は出てこないと。まあ、全画面にして上下に黒帯は出てきますけど、まあ、その17対9の動画ファイルとして扱われるってことなんですよね。だから、まあ、もちろんこれをかけたところで全部のクリップに、この、上下の帯がつくような。まあ、上下の帯って言うとちょっと、あれか、その、アスペクト比が変わります。16対9だったら17対9になったり、21対9って言って、21対9が本当は映画のアスペクト比なんですけど、普通撮りでそれをやってしまうと結構画角が狭くて上下が結構見えなくなっちゃうので、まあ、17対9で。結構やっても、海外の、こう、Vlogger とか、映像やってる人って17対9でやってる人が多くて、なんかね、そんなに、根拠は、どうなんでしょうね。ちょっとよくわかんないんですけど、なんか、こう、雰囲気的に、こう、横に長い方が映画感があって、16対9の映像と17対9の映像ってなんか、結構違くて、まあ、自分は初心者だから、なんか、専門的なこと言えませんけど、雰囲気がね、ちょっと違うんですよ。なので、こう、自分も17対9でやってみようかなと思ってて、まあ、今までこのクロップのところでやってたんですけど、この方を実は知ってたんですよ。タイムラインの出力ブランキングからアスペクト比を変更することは知ってたんですけど、これね、こう、グレーになってて選べない状態になってるんですよ。だから、選択できなかったんですよね、こう。で、これをね、調べてたら、エディットの動画に行くとできるみたいです。これがカットのページ。こう自分が一番最初にここに素材を入れて、ここでカットしたり、並べ替えたりする作業をする画面。まあ、ダヴィンチっていうのはこの下で大まかなモードを決められて、カットとかエディットとか音声いじったり、カラーいじったりで書き出すときはこの、デリバーっていうところに行くんですけど、これはカットページ。カットページでは、これできない、変更できないらしいですよ。だから、エディットページって言って、こうやって音声波形がとか、まあ、いじれたりとか、こんな感じでね、もうちょっと細かく動画がいじれたりするところがあるんですけど、まあ、そのカットとか並べ替えは、このカットページの方がやりやすいんですけど、まあ、テキストをやったりとか、音量変更したりとか、動画の、こう、なんて言うんでしょうね。こう、あんまこのページ使わないんであれですけど、まあもうちょっと細かく表示されるページがあるんですけど、ここだとちゃんと選べるようになります、ここが。で、まあ何種類かあるんですけど、まあ、16対9であれば、まあそのままこのね、プロジェクトを作ってそのままでやれば、デフォルトの設定はまあ16対9。まあ基本的にまあ動画っていうのは16対9なので、まあ、何もいじらなければ16対9です。で、17対9にしたい場合っていうのは、この 2.0 っていうのを選ぶと17対9のアスペクト比になります。で、ここで2.0 を選んどけば全部17対9のアスペクト比として、で、書き出した後も17対9のアスペクト比の動画ファイルとして扱われます。で、この 1. 何とかっていうのを上の方ね、2.0 より上側の選ぶと、今度は両サイドに帯が入る感じなので、まあ、なんて言うんでしょうね、縦長の映像になるっていうか、その16対9より縦長の映像になるっていう感じですね。で、下の、2.いくつっていうのを選ぶと、まあ、もっと、ここの帯が太くなって、横長の映像になって、一般的な映画のアスペクト比は21対9。21対9の動画ファイルにしたいなら、2.35 を選択すると21対9のアスペクト比になります。映画、一般的にこう、スクリーンで上映する映画とか、あとね、iPhone とか、まあ、なんていうんでしょう、こう、縦に長いスマホもう、iPhone X シリーズとか、こう、Xperia とか Galaxy とか、縦に長いスマートフォンはあれは21対9。あと、ウルトラワイドモニターも21対9で、ミュージックビデオも21対9ですね。だから、ミュージックビデオとかを作る場合は2.35 っていうところを選んで21対9のアスペクト比で作るといいのかなと思います。映画とかミュージックビデオは 2.35 で、まあちょっと横長にしたいよっていう場合は、あんま使うかわかんないですけど、まあ 2.0 選んで、まあ普通に16対9でいいならば何もいじんなくて OK っていう感じで、まあそういうことを学びました。っていうかね、今日は結構テキスト多めですね。ちょっとね、Vlog、まあ普通はこう喋ってね、こうやって入れてると思うんですけど、こう結構ね、友達とか人数いて歩ってたりした時ってあんま、喋りづらいじゃないですか、カメラ持って。なので、テキストでこんな感じで結構やってるんですけど、やっぱこれだと時間がかかるんですけど、動画撮るときに喋んなくても、まあ、後から入れられるって技術は持っといた方がいいのかなと思ったので、まあ、ちょっとね、エピソード317は、最初の方、テキスト多い感じになってますので、ぜひね、どんな感じかちょっと見てみてください。こんな感じ、結構ね、こんな感じでいっぱいテキスト入れたのね、初めてだと思うので、ちょっと見づらいかも、かもしれないんですけど、それは、またコメントとかで、改善点とかあれば教えてください。はい、文字はね、結構、小さめにしますね。後ろの画像が、あれになんないように。でもね、見にくいかもしれませんね。そのデメリットとして、まあ、しょうがないんですけど、やっぱテキスト入れると映像は見にくくなるかなっていうのは、まあ、どんな小さい、テキストをあんま小さくするとテキストが読めないし、でかくすると後ろの映像が見えないしっていう。そこのバランス難しいんですけど、一応、自分このダヴィンチで、4K の解像度の動画を編集してて、テキスト入れるときは30にしてます。30。大きさ30。動画内に入れるテキストは、30。で、オープニングのこのエピソードいくつとか、この、Thank you watching とかは、40で入れてますね。それは統一してます。こう、エピソードによってこの大きさ変わるとなんか、あれなんか今日の、ちょっと文字の大きさ違うじゃんとか、まあ自分もちょっと編集がちょっとあれなので、ここはね、統一して、やってますね。まあ、ちょっと見にくいっていう声があれば、まあ変えますけど、まあそういう時はね、まあぜひ、コメントに、言っていただければ、それは、考えますので。もしね、見にくいってなったら、コメントで教えてもらうと良いかなと思いますね。はい。こんな感じ。これはね、結構昨日の Vlog、そんなにもないか ?18 分あんのが一応。ちょっと、これを書き出します。317。これはね、ちょっとまだね、この問題は解決しないんですよ。この、内蔵ストレージにしか、保存できないっていうのは。このね、外部のこの前まで使ってた SSD を選択してやると、こんな感じでなんかね、認証っていうかこう、なんか許可されてませんみたいな、警告が出てきて、それのやり方が調べても出てこなくて、だから内蔵ストレージにやってるんですけど、ちょっとこれ困りますね。内蔵のストレージがちょっといっぱいな時に、ちょっとこれは困ります。これビッグサーにしてから、なんか、ここに、なんか内蔵のストレージにしか行かなくなったんですよね。カタリナの時は大丈夫だったんですけど、まあ、じゃあとりあえず連打していきますね。で、ここのところで、以前こう、オープニングでアニメーション入れてた時、こう、あるじゃないですか、連打を追加って押して、ここで連打すると思うんですけど、連打を押しても、こう、一応なんか連打されてるような表示はされてるんですけど、めんどくさいな、戻るの。連打されてる風の表示はされるんですが、なんかここの、バーがこうやって進んでいくんですけど、連打してる時って。でもそれがなんかあれで、進んでいかないんですよ。で、なんかずっとこのままで、ここにこう、今、書き出してる、時間とフレーム数が出てくるんですけど、それも出てこなくて、でもここでは書き出してる風になってて、じゃあもうちょっとおかしいからこう、ストップしようって思って、ストップを押しても全然応答しなくて。で、もう、そうなると完全にこう、ダヴィンチなんか、応答できなくなっちゃって、結局一回ソフトを落として、もう一回立ち上げないとできなかったりとかなって、そうするとダヴィンチっていうのは、一回ソフトを落とすと、この素材っていうのをリンクしないと見つけ出せないんですよね。最初、落として開いた時って内蔵のストレージに置いてあったとしても、こうメディアオフラインみたいな感じで真っ赤になっちゃって、それは、一回ソフトを閉じちゃうと、この動画の素材がどこにあるかわかんなくなっちゃって、表示できなくなっちゃうんですよ。だからこう、リンクしてあげないといけないんですよ。こう、素材の入ってるファイルを選択して、手動でリンクしてあげないと、素材は戻ってこないんですけど、そのね、素材は、まあ、元のファイルが残ってれば、まあ、リンクして復元はできるんですけど、楽曲がね、ちょっと難しくて、楽曲はリンクした時に、リンクって押した時に、楽曲のところは、こう、グレーになっちゃって、選択できなくなっちゃってるんですよね、楽曲のファイルは。だから楽曲リンクってことできないのかなと思って、一回一回もう貼り直しになっちゃうんで、それがかなりめんどくさくて。で、それがまた書き出しできん、なんかその変なバグみたいなのが発生して。で、その繰り返しで、もうめんどくさいってなって、もう、テキストにしました。アニメーションはやめました。やっぱりね、この Mac、あんまりそんなハイスペックのじゃないから、アニメーション入れるっていうのはかなり、ハードルが高いなってことが分かったので、もうテキストでいきます。これはもう何も編集を怠ってるわけではなくて、パソコンの容力不足で、アニメーションが入れられないので、テキストにしてるって感じですね。まあ、とりあえず、これは書き出します。まあね、結構ね、始めた頃っていうか、なんかいろいろ問題起きてた時期あったじゃないですか、こう、容量が何だのとか、iPhone の容量、キャッシュが溜まってなんだろうとか、結構毎日投稿、これ厳しいんじゃないかってなった時あったじゃないですか。でも、その時から結構ね、学びを得てるので、結構、やり方を結構覚えてきてる感じはしてますね。うん。だから解決策とかも分かったし、毎日投稿も結構、まあ、ちゃんとできてるのかなと。思ってますね。こんな感じで結構書き出しも早いですし、今、当倍よりちょっと早いぐらいできてるんですよ。ここに、今書き出してるフレーム数と、まあ、さっきも言ったと思うんですけど、今書き出してるフレーム数と、時間が表示されるんですよ。これです。今、50秒のところを書き出してますっていうところで、この2番目の値が秒。で、1個左が時間。で、一番小さい値がフレームです。フレーム数。これ24フレームなので、まあ24までの値で、これ出てると思うんですけど、結構早くないですか？これ10倍以上出てて。やっぱ 4K の24フレームだとめちゃくちゃ早いんですよ、書き出しが。で、この動画ね、多分18分くらいあったんですが、今ね、この予測の時間は23分になってます。でも、このね、予測の時間っていうのはだんだん減っていくので、結局、10倍か10倍より早いぐらいの書き出し時間でね、書き出しできるわけなので、まあそこ結構良かったかなと思います。でもこれね、結構テキストがあるから、テキストが入るとね、意外とちょっと、書き出しのちょっと速度が落ちるんですよね。だからまあ、テキストがある分、まあそれもテストですね。テキストが入ってるけど、どのぐらいの、あれでできるのか。あと、でもアスペクトには関係ないか。元からいじっちゃったんだもんな。クロップしてた方が重いかもしれないですね。こう、編集してるわけだけど、出力の設定は、なんていうんですか、こう、違う、アスペクト比の設定は最初から、もう動画のファイルを、そのアスペクト比にしちゃってるっていうことなので、多分書き出しの、解像度とかフレームレート変えたらまあ遅くなりますけど、アスペクト比を変えるんだったら別に速度は変わんないんじゃないかなと思います。今も結構早いし。まあ、アスペクト比は変わんないかなと思いますね。やっぱクロップするより絶対これね、注意なんですけど、カットページからはアスペクト比を変更できません。で、エディットページだとなぜか解像度じゃなくてアスペクト比が変更できるんです。これなんでかわかんないんですけど、なんかそうなんですよ。記事を書いた、僕の見たネットの記事を書いた人も言ってて、カットページからはいじれないけど、エディットページからだと変更ができます。だから、今までずっと自分はね、ほぼ編集の間はカットページにいることが多いので、カットページでやってたんですけど、エディットページでやらないとできないみたいです。おマジか。マジか。落ちたぞ。せっかく、これか。これだ問題。容量が。マジか。まあ、しょうがないですね。だからこれね、これも問題の一つだと思うんですよね。この内蔵ストレージにしか、なんか、書き出しができないって。まあ、マイデーさんも、書き出しの前に一回セーブしといたので、これは、もう一回プロジェクト開いて、もう一回書き出し直します。